で、今日は、今自分が食べている減量食について、紹介していきます。減量とかダイエットしてやる方でも、めっちゃ食べたいなっていう時、あると思うんですよ。で、自分はそのカロリー計算でしてて、だいたい炊飯器で一発炊いて、1600、1700キロカロリーにして、あと500キロカロリーぐらいは好きなもの食べるって感じでやってるんで、どうしてもね、キツキツになってまうと、やっぱ過食したりとか、切れ食いとか、あると思うんですよ。で、自分もしてきたんで、めっちゃしたんで、それを踏まえての、今回のレシピになります。ってことで、まず材料紹介していきます。ちょっとこんな場所でごめんね。米はまず2合分。1合がだいたい、513キロカロリーやから、0キロカロリーですね。じゃなくて、1026キロカロリー。で、鶏むね皮なしで、だいたい108キロカロリーやから、これだいたい今350ぐらいあるんで、これも0キロカロリーね。で、あとは、切り干し大根と、これ、干し椎茸。で、味付けが、味噌でやるんですよ、味噌。で、これがめっちゃ美味しいんで、ちょね、セメント、沼系、マッスルグリルさんの沼系なんですけど、よかったら真似してみて。で、最近乾燥肌なんで、歯と麦化粧水も、塗ると。これは、炊飯器じゃなくて、肌に塗ります。当たり前のこと抜かすな、お前は。で、まず、米を2合分入れていきます。で、この中で水分率がね、また大事になるんですよって。お前、これどこ向いてんの、これ。で、まず、米を2合分入れていきます。米2合分ね。もう、この時点でね、水分を5合分入れます。2合分に対して5合分。で、これで5合分入りました。で、こっからが勝負なんですよ。こっからね。まずは玉ねぎを切って、これ1個入れていきます。で、減量中でね、減量中でも玉ねぎ大事なんですよ。で、次鶏むね入れていきます。これね、めっちゃ立派な鶏むね。この鶏むねがね、減量中めっちゃ美味しいんですよ。で、これも切らんくていいから、水切りできそうね、これ。で、これを。で、見て。もうこの時点でめっちゃ美味しいようですよ。で、次に、これ、干し椎茸。これも干し椎茸ね。めっちゃ旨味が出てめっちゃ美味しいから、沼とか見てやるってならわかると思うけど、こういう乾物を入れることでね、乾物になるんですよ。もうね、おもむろね、一つかみでもう十分。で、次、切り干し大根。これもめっちゃ美味しいから、で、これもね、入れすぎたらカロリー高くなるけど、だいたい、いつも、俺は、一つかみぐらい、こんぐらい入れて、仲良くしてもらって。で、次、味噌ね。これで味付け。もう味噌もね、おもむろバカ野郎って感じ。だいたい、こんなもん入れたら OK。めっちゃ味出るから。足りんかったら後で足せばいいだけやから。でも余ったやつは、眠って、あ、しょっぱ。これだけで、あとは炊いていくだけ。めっちゃ簡単でしょ。とにかくね、美味しくて、安くて、POC 良くても、なんか続け、滑舌。長くね、続けられんかったら意味ないね。筋トレと一緒。ダイエットも一緒やね。なんかうざいね、これ。で、これで。なんすか？で、この炊いてる間に、このたまりまくった洗濯物を、今から畳んでいきます。もうこれ1週間分やから。やばい、もうこれ。これだけでもう、今日放電寝ようかな。で、これ、完成したらまた載せるんですけど、1700とか1600にしてるのも理由があって、これプラス MCT オイル取ってるんですよ、いつも。で、1700で、少ないじゃないですか、本来やったら。やけどね、
ずっと毎日同じもんばっかっていうのも飽きてくると思うんですよ。何生ぬるいこと言ってんねんって感じなんですけど、飽きるんですよ。飽きた時にどうするかって、ついつい変なもん食べちゃうんですよ、自分の場合はね。でそうなった時にね、なんか一歩進んで二歩下がるみたいな感じ、結局進んでないやみたいな感じになっちゃうんで、まあこうやって調整はしつつ、一日の中で一食か、まあその間食とかで好きなもん500キロカロリーぐらいのもん食べて、それで一日のなんか調整するみたいな感じでやってて、そうするとね、その減量っていうストレスもないし、何よりね長く続けやすくなるから、ストレスがないんですよ。で、自分で言ったらこの500キロカロリーの中では餅食べたり、餅にちょっと蜂蜜かけて食べたり、友達とねこの前追い越し行ってきたんで追い越し食べたり、まあトマトと野菜とか食べたりとかしてるんですよ。でそれで順調に痩せてってるんで、ほんとねついつい食べ過ぎちゃう前にそれで調整すると結構ねすんなりいけるんで、まあよかったらねやってみてってことで、1時間あるんでこれから NSCA の勉強をしてきます。ちょっとね難しいね、マジで寝ちゃうわって感じで、あ、じゃあ俺洗濯物畳まんとかね、おい。で、あれから1時間経って、洗濯物も綺麗になって、で、勉強もして、もうやばい。やりきった。多分あんま頭入ってないけど。じゃーん。めっちゃいい感じにできてる、やば。これ、あ、今日めっちゃいいわ。で、これをちょっと混ぜていきます。これだけで、まあ、MCT オイルなしで、今1400キロカロリーぐらいやから、もうこれだけでね、めっちゃこれでかいんですよ。これ15炊きの炊飯器やから。で、ちょっと混ぜていきます。ほら。やばいっしょ。おこげになって、めっちゃ美味しく炊けてるんですよ。米の形がちょっと分かって。結局ね、日本の米ってこうやって柔らかく炊くことで、より甘みが出るから、めっちゃ美味しいんですよ。で、胸肉もこんなホロホロでしょ。まあ、これで痩せるけど、やっぱり運動せんとな。これ食べて運動したら、しっかり仕上がっていきますから。で、まあ、これの料理はね、もともとマッスルグリルさんの沼とかセメントっていうのをアレンジして、今回は味噌でやってみました。まあ、普段自分はいつもこういう食生活してて、これプラスなんか好きなもの食べるってやってて、まあ、切れ食いとかも、ほぼなくなったし、何よりね、安心感、炊飯器にはこれを食べればいいっていう安心感があるから、気持ち的にすっごい楽なんですよ。あとは手間もかからんし。っていうので、ついつい過食してしまう方とか、ついなんか切れ食いしたいなっていう方、よかったらね、真似してみてください。まあ、バリエーション変えることで、減量とかダイエットも楽しめると思うんで、自分的には味噌もすごいおすすめなんですけど、これに、味噌なしで鶏ガラの素とか、鶏ガラスープの素、まあ自分は前無添加のやつ載せてたんですけど、無添加の鶏ガラスープの素とか入れるとめっちゃ美味しくなるから、逆に塩とかでも美味しいから、よかったらやってみてください。ということで最後まで見てもらってありがとうございます。